菅首相、GoTo 巡り閣僚らと会談政府明日にも対策本部。2020年12月13日、GoTo トラベルの扱いをめぐり、菅総理大臣は、13日、総理大臣官邸で、西村経済再生担当大臣から、都道府県知事との調整状況などについて報告を受けました。政府は、14日にも対策本部を開いて、 今後の対応を検討することにしています。新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、菅総理大臣は13日夕方、総理大臣官邸で加藤官房長官や西村経済再生担当大臣、田村厚生労働大臣とおよそ40分間、会談しました。この中で、菅総理大臣は GoTo トラベルの扱いをめぐり、西村大臣から 都道府県知事との調整状況などについて報告を受けました。この後、西村大臣は記者団に対し、引き続き各地域と調整すると述べました。GoTo トラベルをめぐっては、政府の分科会が先週、感染状況が高止まりしている地域は対象から除外することなどを提言したことを踏まえ、政府は、 感染が拡大している名古屋市の扱いについて、愛知県の大村知事の意向も踏まえて対応を検討しています。また、東京都内を発着する旅行について、65歳以上の高齢者などに利用の自粛を呼びかけている措置が今月17日に期限を迎えることから、政府は13日午後、西村大臣が小池知事と会談するなど、 今後の扱いを検討しています。さらに、大阪市を除外する措置を延長する方向で調整し、札幌市については、感染状況などを見極めて延長などを判断する方針です。一方、各地で行われている飲食店への営業時間の短縮要請の扱いは、感染状況や地域経済への影響も考慮しながら、都道府県と調整を行っており、 政府は14日にも対策本部を開いて今後の対応を検討することにしています。小池知事との考え伝え国の判断待つ。GoTo トラベルの扱いなどをめぐる西村経済再生担当大臣との会談について東京都の小池知事は13日夜都庁で記者団に対し営業時間短縮の要請や GoTo トラベルについて ととしててのの考ええを伝えこれから国の方で判断するる聞いている感染拡大を抑えて重症者や高齢者を守ることを中心とした考え方で申し上げていて国の判断を待つ中身がどうなるか中止したいと述べましたまた記者団が 今月17日までとなっているとの営業時間短縮の要請を延長する場合の時期について質問したのに対し、小池知事は、危機管理はできるだけ大きく捉えることも必要になってくる。小出しというのはあまり良くないし、年末年始の時期で皆さんの予定もあるだろう。その意味では、明日にも答えを出していただけるのではないか、と述べました。